マラヤ大学はマレーシアの大学。マレーシアで初の大学であり、1905年に設立された。首都クアラルンプールの南西に750エーカーの位置に立地する。マレーシア随一の最高学府であり、大学評価の世界的指標の一つである、イギリスの大学評価機関、クアクアレリ・シモンズ社が発表している QS。 世界大学ランキングにおいて、2017年から2018年度では、特に科学、工学分野で35位、社会科学分野は71位と高い評価を受けて、総合評価は世界114位であった。また、同社のアジア大学ランキングでは、科学、工学分野で14位、社会科学分野では20位と前年度より順位を上げ、総合評価ではアジア24位であった。 日本国皇室とつながりが深く、1970年2月20日、皇太子、皇太子妃だった上皇昭日上皇皇道子がマラヤ大学を訪問。その際に記念食事を行った。2017年には、日、マレーシア外交関係樹立60周年を記念し、当時の皇太子、成仁人新がマラヤ大学を訪問し、上皇、 上皇后の記念樹の隣に記念植樹をした。2020年12月1日、日本語専攻が令和2年度外務大臣表彰を受賞。シンガポール国立大学はかつてシンガポールに存在したマライア大学シンガポール校が前身であり、両校の交渉にはシンボルとして虎がそれぞれ用いられている。キング・エドワード・セブン・カレジ・オブ・メディシン。 ラッフルズカレッジ時代マラヤ大学時代。ありがとうございます。